あの遠くに見えるのってもしかして私が想像してるあれ？そうよ。あ、指揮官はまだ見えないのですね。もうすぐ見えるはずです。とても頼もしい援軍が到着しました。こんなに遅くなったのかは後で聞くわ。来てくれたお礼も後で。とりあえず今は手を貸してくれない？あいつっすか。うちのヘルムさんをこんな風にしたやつは。遠くからも感じたよ、不愉快な電波だね。許せない。指示を。諦めようと思ってた。全てを手放そうと。みんながずっと私を引っ張ってくれていたのに。マストとアンカーも諦めずにここまで来てくれたのに。これ以上失望させてはダメ。なぜなら私は誇るべき。私たちの目標はただ一つ、クラーケンを撃破し生き残る。いいわね？あいあいさ。分かった。全員衝撃に備えて陣営を守って。触手が戦車にくっついちゃった。このままじゃ危ないよ。クラーケンの急所である触手の内側を狙うわよ。そのためにはアドマイア号についた触手を剥がして本体をひっくり返す必要があるわ。だから本体の中心を集中攻撃する。そして触手が剥がれた瞬間を狙うのよ。分かったっす。分かった。よし、目標、クラーケン全方門解放。エンジン出力最大、アドマイア号イージス部隊発進。アイアイサー。射程距離確保、射線上に障害物なし。砲撃準備発射。よし、今よ。アドマイヤースタンバイ。イージスキャノンをクラーケンの中央へ。アドマイヤー全速前進。任せてくださいっす。座標確認、いけるよ。イージスキャノン最大出力。イージスキャノンチャージ。 28% 56%。 77%97%。 あと少し、あとほんの少し。そうすればクラーケンがひっくり返るはずよ。 100%。 あと少し。今よ、
よし、今よ。もう一度、アドマイヤスタンバイ。待つスヘルムさん、イージスキャノンは一回しか使えないらしいっす。使わなさすぎて内側がなんとかって言ってたんすけど。あの巨大なクラーケンをなんとかひっくり返すことはできた。でもイージスキャノンはもう使えない。普通の銃ではいくら内側を正確に狙ってもこの距離から倒すのは難しいだろう。となれば、そうね、お願いするわ。全員射撃中断。ただいまよりクラーケンとの接近戦に突入する。アドマイヤー号、クラーケンに向かって最高速度で突進。